どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、思ったよりね、強かったね、高校ランキングね、ベスト3をね、ちょっともうね、夏大会の予選もうね、終盤ということでね、こういうのもね、ちょっとね、やっていこうかなということで、まあこれはね、皆さんの、まあ意見とかも、まあ思ったよりね、そのだから、夏ね、そんなに強くないやろって言われてたとか、あんまりこんなチームが来るかみたいな感じに、ねなったような、チームっていうので、まあ、それでねなんか僕の感覚でね、とりあえずベスト3、決めていきたいなということで、まず3位が、日本航空山梨ですね。はい、日本航空山梨ね、今回、東海大甲府にも勝ちましたし、僕ね日本航空山梨がここまでね、強いとはね全く思ってなかったんですよね。だから思ったより強ってなったのが、まあそれこそね、甲府とのね、試合で、やっぱ甲府に対してね、結構な点数入れてましたし、ね、その前とか、夏の予選とかでセカンドベースこう踏み忘れてみたいな、なんかそういう事件とかもね、あって、そんなチームが、甲府に勝てるって思ってたらね、結構ボロ勝ちしたんで、この日本航空山梨っていうのは僕の、なんて言うんですか、思ったより強すぎひんってなったね、高校のまずね、一校かなってことで、まず3位に、入りました。ほんで2位が、聖愛ですね。これ8度、青森山だとね、決勝戦やったね、何やったっけな、弘前学院大前聖愛みたいなね、決勝戦ね、青森山だとやって、負けはしたんですけど、青森山田にね、途中まではほんまに、勝ってましたし、最後ね、今振り返っても惜しいんですけど、球場にね、球が抜けてなかった同点でね、まだね、どうなるかわからんかったみたいなチームで、関君のね、球に対してもね、バチバチ打ってましたし、なんでそんな打てんやろってね、思うぐらいバットもね、振れてたんで、まあ、その春のね、評判とかが、ね、春も強かったんで、そんなね、なんていうんですかね、思ったよりじゃなくて、そもそも強いやろって思うかもしれないんですけど、やっぱり青森山田と、構成と、金町くんおる第一だけがね、やっぱり青森県ね、今年に関しては注目されるのはそこぐらいかなって思ってたんで、ここにね、ダークホース的な感じでね、聖愛がね、ほんまに最後の青森山田をね、苦しめたのはね、もうなかなか、面白かったなということで、2位に選びました。ほんで1位は、やっぱこれはもうダントツじゃないんですかね。名古屋立花ですね。ここほどやっぱり、今回、やっぱりなかなかね、奮闘したチームってね、いないと思うんですよね。ほんまに実力とか、やっぱりその、うんぬんまで置いておいて、やっぱ左の、あの子130ぐらいかな、背番号11の子をね、とかがね、名電に対して完封、しましたし、他のピッチャーとかも結構ね、マシンガン系統でね、すぐ系統系統でね、結構いいピッチャーがね、いっぱい出てきて、ほんでね、完璧にね、封じるっていうね、なんか、ほんまにこう、興奮したね、中京大中京も倒したんだっけな、シャワー、競泳もね、倒して、ほんで、オフっていうところも倒して、みたいなね、感じで、しっかり実力でね、勝ってきてる、その、たまたま勝ってたんじゃなくて、しっかり勝ってきてるっていうのが、僕は驚いたんで、まあ、最後に負けてしまったんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、夏にならないと、やっぱり高校野球って、思ったよりね、強いところがね、やっぱ春までって結構ね、掘り出されてないんで、まあ、掘り起こされてないんで、やっぱりこうね、夏にね、こう出てくるね、あんまりね、名前のない高校っていう言い方はおかしいんですけど、あんまりね、評判が高くなかったね、高校がね、評判の高いね、強豪校とかをね、倒していく感じはね、僕めちゃくちゃ好きなんで、だから今回はね、名古屋立花の野球にね、めちゃくちゃね、もう魅了されたかなと、思いました。ね、で、言いたいのはやっぱね、夏の予選って、ほんまに正直な話、甲子園よりかやっぱりね、全然、伝のって言い方おかしいね、勝ち抜くのって難しいと思うんですよ。やっぱりその県によってはね、それこそ、神奈川県とかってやっぱり、
甲子園でね、勝つのと、神奈川県で、ね、制するのどっちがね、難易度高いかって言われたらね、結構、まあ、それ甲子園の方がまあさすがに高いかもしれないんですけど、やっぱりね、甲子園1回戦とね、その決勝戦やったらやっぱりね、決勝戦とかがね、の勝ちづらさとかの方がね、勝つと思うんで、なんかやっぱり何が言いたいかっていうと、やっぱりその埋もれてるね、野球球児とか、ほんまに埋もれてるね、才能っていうのがね、めちゃくちゃね、あるんで、だからこれがね、この感じでね、またね、秋ね、同じ熱度でね、試合したらまたね、全然ね、聞いたことないね、名前のね、チームがね、バーンってね、強くなったりするんで、だから高校野球ってその時はタイミングとか、くじ運とかで全部決まるんで、だからまあ名古屋立花もそうですし、やっぱ日本航空山梨もね、早めにこれ山梨学院に当たってたら、もしかしたらね、もうやられとったかもしれないですし、この日本航空山梨ね、あのセカンドベースの下りとかで、ね、最後ポロって、ね、サヨナラ負けとかも、ね、あったじゃないですか。で、この聖杯とかもね、ボール1個ね、連れ取ったらね、同点でね、今頃ね、甲子園決めてるかもしれないですし、やっぱり、野球ってね、ほんまに1球とか、もう1ミリとか、そういうので、ほんまに、ね、すべてね、結果がね、変わるんで、あと1センチずれ取ったら、とかね、あと1ミリずれ取ったら、っていうね、もうほんまにそういうのがめちゃくちゃ多いんで、野球って。だからね、やっぱ、それやからこそ魅力的ってのもあるんですけど、ね、そんなね、細かい作業の野球やからこそね、ここまで、こういうね、強くなってくるチームをね、見抜けなかったっていうのが、ね、やっぱその名古屋立花がね、今回ね、ここまで奮闘するって、ね、予想できた人なんかほんまゼロ人説じゃないですか。で、逆に言えば、なんかね、早く負けてしまったところとかもね、やっぱね、想像ね、できたチーム、人ってね、少ないと思うんで、やっぱり高校野球ってね、まあそれがあるからね、面白いっていうね、見方もできるんですけど、やっぱりそれがあるからこそ、なんていうんですかね、やっぱセンスだけじゃね、勝てないなって思いました。やっぱりその、戦うにつれて、そのほんまに根性とか、ね、そういうの古臭いって言われるかもしれないんですけど、やっぱり右を争ってますから、ちょっとしたね、緊張のね、体の動きの悪さとかでね、結果がね、すべて変わるんで、ね、ちょっとね、話それたかもしれないんですけど、やっぱりね、それぐらい、どこがね、出てくるかね、わからないっていうのと、注目されてるチームは、逆に損なんちゃうんかなと、思いました。ね、またちょっと動画でやりたいんですけど、やっぱ注目されるがゆえにみたいなね、ところもね、やっぱ高校野球ってあるんで、このね、3つは意外とやっぱこれ、決勝まで、とか決勝とかね、いい試合とか、上までね、行けたのはね、意外とね、ノーマークやったからこそ、ね、やっぱ春先前からね、春の後からね、ずっとね、対策されとったらね、なかなかね、勝てなかったのかなと、この3つ、この3個のね、高校に関してはね、特に、思いました。はいね。まあ、なんか皆さんが思う、まあ、いや、ここも全然期待されてなかったのに、めっちゃ強かったでとか、もう負けてしまったけどとか、今まだ勝ってるけど、ここめっちゃ強いって言われてなかったのに、ここ強ないとか、ここ奮闘してたよなとか、こことここの試合良かったよなとかね、ね、結構ね、あると思うんで、僕の中のやっぱベスト3高校はやっぱりね、この3つかなと、思いました。ね、皆さんほんまに高校野球ってマジでね、もう、ね、一番ね、ほんまに、ね、すごいなって思うのはね、バーチャル高校野球がね、どんだけね、配信すんねんっていうぐらいに、ね、配信してくれるんで、ほんまにね、そういう高校野球をね、片手間にね、見れてしまうっていうのがね、めちゃくちゃ強いなと。で、そんな動画普及があっても、いろんな人がいろんな試合見とっても、やっぱりそのね、ここがね、甲子園に出てくるとかね、全くね、想像できないところがね、出てきたりするんで、その予選を見とってもね、わからないね、1回戦、2回戦ギリギリでね、勝っとったやつがね、決勝まで残るパターンもありますし、まあ、日本航空山梨なんか、そのパターンですから、それぐらいね、やっぱり野球って、まあ、高校野球はやっぱりね、何が起こるかわからないですし、春のね、データなんかね、もう、全くと言っていいほどね、意味がないっていう、話でした。はい、ということで、ね、皆さんが思う、意見とか、感想とかね、あれば、ぜひコメントよろしくお願いします。ということで、またお次の動画で会いましょう。
お疲れ。